R1 グランプリ2018ファイナリストのピン芸人、川村ミクが今日14日に放送されるカンテレフジテレビ系。バラエティ番組、世界の村のど偉いさん、毎週月曜22時チルダで、エーゲ海に浮かぶヒオス島をリポートする。ヒオス島をリポートする川村ミクカンテレ提供ヒオス島は、霧。社の東にあり、日本の佐渡島とほぼ同じ面積に約5万人が生活。ここに、一流ブランドシャネルも認めたスーパーフード、マスティハ、があるという。空港に降り立った川村は、美男美女が多いこの町で、この島でしか取れないスーパー。フードを知っているか、と問いかけると、ほぼ全員から、マスティハ、との声が。そこから車で1時間のピルギ村を訪れると、世界的に有名な偉人の自宅があった。そこで、マスティハについては、ローラさんに聞けばいい、という情報を得た。川村は、マスティハ作りのエキスパートというローラ・ボーラさんのもとへ。車で15分行った先の畑に案内してもらうと、この島でしか栽培できないマスティハの木々があり、意外とワイルド、果物なら一つ一つ。手で取っていくイメージですが、マスティハは効果音だとガリガリガリという感じでした。川村。という意外な採取法が紹介される。さらに川村は、古くから伝わるお祭り、ロケットウォーも見学。これは、約2万発のロケット花火が飛び交う、世界一危険な祭り、で、警察官も含めて約130人の島人が参加するという。夜空を切り裂き火花を散らす無数のロケット花火たちの中で、川村を思いがけない悲劇に襲われる。ロケの感想を聞かれた川村は、とにかく人が温かい、ヒオス島初めて行。来ましたが、みんな親戚のように接してくださってとても心地よかった。しかもスーパーフードがヒオス島でしか育たないというのが、これまた素敵ですよね、と楽しんだ様子。スーパーフードマスティハについては、木材をそのままかじったような味な。ですが、料理に使うと香りが爽やかになってスイーツに合っていました。個人的にはローラさんが作ってくださったタコを煮たやつが、マスティハの丘。毛で生臭さもなく柔らかくてすんごく美味しかったです、と振り返った。また、ローラさんについては、美人なのに飾ってないとこがかっこよくて、優しさが自然であざとくなくて、なんかもうすべてが羨ましかったです。私がローラさんならもっとドヤ顔してると思います。女性が憧れる女性でこんな人になりたいと思いました、と言い、日本では見たことがないスーパーフードの神秘さと、島伝統の祭りの危険さとのギャップが激しすぎて、とにかくオーマイガー言うてました。特にお祭りでは人生で一番叫びました。この興奮をぜひご覧いただきたいです、とアピールした。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。